力型エイリアンを確認。市民を守らねばならない。入力型エイリアンを攻撃しろ。了解。羽根のあるエイリアン見るのは初めてだ。俺は何度も見た。俺にまで出てきやがった。こいつは食われそうになった。あいつらは知的生命体じゃない、猛獣だ。戦闘用意。来るぞ。以後、有翼型エイリアンをタッドポールと呼称します。タッドポールだと。飛行物体を確認。有翼型エイリアンは我々が最初に遭遇したエイリアンの妖精体です。いずれ変態してエイリアンになると思われます。エイリアンの子供というわけか。無数に生まれた妖精体が環境や外敵という試練にさらされ、生き残った個体だけが成長するのでしょう。いわば種がこの星に適応するための過程なのです。調査するぞ。数が多すぎる。俺たちが無理だ。やらなければやられる。生き延びるために撃て。エイリアンは本気でこの星に移住するつもりのようだな。ならば倒さねばならない。成長すれば恐るべき脅威となる。